どうも皆さんこんにちは、 TK ボンチャンネルです。今僕はカンボジアのプノンペンというところで撮影をしています。このチャンネルでは海外移住、海外旅行、そして海外での日常生活をメインに動画を投稿しています。少しでも興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はカンボジア3連休のうちの中2日目になります。14、15、16が、休みになります。14が金曜日で、まあ、何か祝日だと思うんですけれども、ちょっと、忘れました。15、16で今日は15の土曜日ですね。こちらのホテルはですね、以前も紹介しているんですけれども、パレスゲートっていう、まあ、時々来るホテルなんですが、目の前にね、こんな感じでお寺とかがあって、もうちょっとあっち側の方に行ったらあるかな、どうかな、あ、こちらからも見えるかな、見えますかね、こっちの方にですね、オレンジの屋根のお寺がたくさんあって、カンボジアを感じれる、ホテルになっております。あちらの方はですね、ビル、高層ビルが建ってますね。見えますかね、ここの方とかですね、目の前にもビルが建って、建設が進んでるのかどうかは分かりませんが、中は空いてるので、最初なんか駐車場かなと思ったんですけど、まだこういった立体駐車場っていうのはカンボジアでは有名というかですね、ほとんどないので、まあ、違うかな、階段もついてるんでですね、まあ、おそらくマンションか何か建つんでしょうが、今のところあんまり進んでないような気もします。バルコニーはこんな感じになります。まあ、例えばコーヒー飲んだりとか、お酒飲んだりとかですね、あとは、まあ、こんな感じで水着を干したりもできますね。多くの方がですね、今コロナ禍ということでジムとかにはなかなか行けないので、そこの目の前にある広場ですね、で、結構夕方とかいろいろやってますね。なんかなんて言うんだろう、足でバドミントンの羽を蹴るやつとかですね、あとはバレーボール、サッカー、ローラースケートみたいな、スケーボード、いろいろこのね、スペースで皆さんされています。今歩いてる方も見えますかね、いるんですけれども、まあ歩いてる人も多いですね、ほとんどが歩いてますね。ただこう距離とかを保ちながら皆さんやってます。昨日はですね、夜の7時半かな、それぐらいになると、なんか警察とか軍隊の方が、あの辺りぐらいですかね、なんかちょっと来てて、で、まあ、皆さん早く帰ってくださいみたいな感じですね、言っておりました。こちらの、運動ですね、スペースは、例えばですね、夜8時以降外出が禁止されてるんですけれども、もし軍隊もしくはですね、警察に捕まって、お金を払えない場合は、そこをですね、10周走るとかも、されてるみたいです。なのでここずっと結構広いんですけども、そこをですね、10周走って、まあ走ってなんていうか、こうペナルティーですね、こう払うというか償うというかですね、してるみたいです。iPhone じゃ綺麗すぎる、なんていうかな、画質が綺麗すぎますが、あっちの方とか見たらこんな感じですね。手前もこんな感じで、ちょっと目がなんかザラザラと、なんか開けれない感じですが、この音とかも窓とかもあれで、いきなりこれですからね、いきなり木とか見たらちょっとわかるかな、すごい